天安門事件25周年を前にして、中国軍信用軍区の元軍人、李行明さんがテレビカメラの前で当時命令に従い、自ら学生を鎮圧したことを幾度も涙ぐみながら語りました。李行明さんは中国人民解放軍信用軍区39軍1164高射砲弾の中尉でした。先日、香港のナウテレビの取材に応じ、当時学生運動を弾圧した体験を語りました。李さんによると、39軍は北京の東から天安門広場に入りました。途中、学生と庶民に銃を向けないよう訴える民衆に阻まれました。しかし、6月3日夜、暴徒が軍人を殺したと上官から聞かされ、皆義憤で胸がいっぱいになりました。この時、上官から銃弾を与えられ、天安門広場に入り、デモ参加者を排除するよう命じられました。3日の深夜、団長の指示を受けた部下が天安門広場の状況を探ると、他の軍隊がすでに発砲し、鎮圧していました。39軍は4日の早朝広場に入り、逃げる学生や民主活動家を捕まえました。すでに25年が経ったものの、当時の話になると李さんは涙が止まらず、これは恥だと語りました。軍人、在6月3号晚上就向天安門广场开进、然后开枪杀人。主要的原因就是受到了当局的欺骗的宣传。当局就把他们封闭在临时的驻扎地，他们没法跟民众学生接触，所以不了解北京真实的情况。当局一再的跟他们说，很多戒严部队的军人遭到暴徒的绑架甚至杀害，很多军人的武器被抢夺，北京发生了反革命暴乱，他们以为北京真的发生了反革命暴乱。天安門事件を目撃した呉仁家さんは著書64事件における戒厳部隊で、戒厳部隊が北京に入ってきたルートや北京での行動、虐殺の起きた夜の彼らの任務について詳細に記しています。国営メディア新華社通信の首席記者でラジオテレビ部の副部長だった謝文生さんは、天安門事件の残虐な弾圧の模様を目にしました。謝さんは指針編という文章の中で、燃やされた装甲車が整然と並んでおり、車間距離は均等で、車両はすべて東を向いていて、軍事パレードのようだったと述べ、軍事記者の体験から一目で当局の仕組んだ陰謀だと分かったそうです。しかもそれらの装甲車は旧型の装備であり、おそらく市民に変装した軍人が燃やし、暴徒の仕業に見せかけたのだろうと指摘しました。これまでのところ、天安門事件の弾圧に加わったと告白した軍人は合わせて3人います。戒厳部隊の兵士だった張世軍さんは、長年北京市郊外の霊園を訪れ、事件の犠牲者を悼んでいます。また、犠牲者家族に謝罪したこともあります。2012年、天安門事件の起きた6月4日の前夜には、当時の軍服を着て、天安門広場で黙祷を捧げました。这三名军人后来他了解了真相，北京根本就没有发生反革命暴乱，他们开枪所杀害的这些人并不是暴徒，都是一些赤手空拳的平民百姓跟学生。他们是在了解真相以后，觉得当年开枪镇压是一种耻辱。天安门事件の犠牲者家族の組織。天安門の母のメンバー、張仙霊さんの夫、王凡智さんは、弾圧を続ける当局を批判しました。比哪年都严。我们家里现在二十四小时有保镖的。他主要是对媒体，他不希望媒体来采访我们。从清明吧，四月份开始就有了。来的人有国保大队的，有派出所的，有街道的。来的这个成员有保安，公证办的成员二十四小时，一共十二个人在那儿换班。5月28日、アメリカ下院は中共当局に対し、天安門事件に関する情報封鎖をやめ、言論と信仰の自由を求める中国人を監禁したり虐待しないように訴える決議を採択しました。民主党のペロシ院内総務は、戦車の前に立ちはだかった中国人、
王伊林さんの写真を取り出し、これは世界の民主自由の歴史において最も象徴的な写真だが、中国で若者にこの写真のことを聞いても、彼らは全く知らないと語りました。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府与危险组织相当大于加法。